世界に咲いた紺碧の秋華、今一度断層の霊人の街宝塚で花開け、新刊の仰げ、ビブロスの友道調教師です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。少し遅くなりましたが、ダービー制覇おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとその話になりますけども、はい、もうあの僕らも福永祐一がまずダービーを勝ったこと、はい、これがなんかやっぱり日本競馬の一つの何かこうちょっと止まってたものを動かした感じがしたんで、本当にね、もうお父さんの代からね、うん、あのなんか、はい、あれです、悲願ですもんね、うん、先生はお父さんの時代は、いや、あのテレビでは見てましたけど、はい、実物の騎乗はあの、うん、実際には間近では見たことないです。あ、そうですね。やっぱりその先生自身もやっぱり、まあ、あの時にもインタビューでもお答えいただきましたけども、やっぱり福永祐一にダービーをという気持ち強く持たれてましたもんね。うん、思ってたし、幕引きの時はね、涙出なかったんですけどね、うん、はい、やっぱり今回の涙はね、やっぱり福永祐一の涙だと思います。いや、もう僕も馬券外したんですけども、まあ、それはあんだけ200何万つく馬券なんで取れないんですが、帰ってくるその負けたのに思わず拍手をこうしてしまうという、はい、もうなんか最高のダービーやったなという感じ ですよね、はい、それを友美先生の馬ででしたから、いや本当に良かったです、はい、よりそして何といってもこれで師匠松田国秀調教師にダービーも2勝で並びましたね。まあまあそうですよね。師匠現役のうちに抜くぐらいの勢いで頑張ります、はいはい、ぜひとも、はい、頑張っていただきたいと思います。さあ、それではビブロスなんですけれども、はい、まあ、世界を制してから少しその後成績の方が、まあ、勝ちきれてないというところがありますけれども、まあ去年の秋はね、うん、まあ、こんなこと言ってどうかは分かんないです、具合が良すぎて負けましたよね。具合が良すぎて負ける。ちょっともう馬が本当に やる気出しすぎて、はい、まあ、ちょっと道中かあのエリザベスの話ですけども、うん、まあ、道中ちょっとかかり気味でね、いった分最後、はい、いっぱいになってしまいましたよね、うん、まあ、その具合が良すぎて負けるっていうところを考えると次は難しくなりますよね。どこまでじゃあ仕上げたらええねんっていうところ、うん、いや、だからそのエリザベスに関して言えば、はい、まあ、いつもちょっと調教パターンとは変えたっていうか、うん、あの一周前にルメール騎手が乗れなかったもんで、はい、その当該手に乗せたんですよね、はい、でそれでやっぱりちょっと馬もスイッチ入っちゃって、うん、あの競馬当日もね、かなりテンション上がってて、でそのままもう競馬に行ってしまいました。そういえば思い出しました、友井先生のその前の師匠である浅見国一調教師が、ヤマニングローバルがジャパンカップ行くときにものすごい自信あって、で終わってから、いや馬って 120% に仕上げたらダメだなっておっしゃってたのを思い出しました。いや本当、あの競馬の後馬主さんに、はい、なんで負けたのって、いやすいません、具合良すぎて負けましたって言いました。まあでもそれはじゃあしたらいかんことが見えたという意味で言うと、そうですね、もう、はい、もうあの今回はもう、あでそれで今日1週前、はい、あの福永ジョッキーに乗ってもらって、はい、しっかりやって、うん、もう来週はうちの助手でもうやるつもりです。それでは海外帰りですけども順調に来てる、もう全然もうね、本当なんかドバイが好きなのか、はい、飛行機が好きなのか本当だから、はい、いつも距離もそうですけどね、うん、ドバイから帰ってきた方がなんかふっくらしてるんです。ああそうなんですね、はい、じゃあもう状態は文句なしと。そうですね、はい。さあ、そして、今回は、まあ、ボバ相手の G1、まあ、これも海外でボバ相手には勝ってきてますから、うん、はい、まあ、問題ないかと思うんですが、そうですね、まあ、距離もね、うん、まあ、あの去年の秋のエリザベスの、ね、はい、負けはやっぱりそういう理由だと思うんで。そうか、そこは距離じゃなかったんですね。距離じゃないですから、馬良すぎて負けました。いや、ちょっと僕やっぱりちょっと春は過ぎと自身は、うん、短距離のお母さん自身は短距離の前だったから、はい、あの2200で負けた時に、あ、やっぱりビブロス距離なんかなと思ってちゃうんですね。距離じゃないですよね、うん、ということはここは十分条件としても、うん、いいと思いますよ、はい、阪神の内回りの2200でもね、はい、問題ない。さあ、それではもうなんかもう先生の笑顔を見てたらこう手応えの感じが分かってきますけれども、最後に抱負をお聞かせください。あのね、ドバイでは勝ったんですけども、それ以降ちょっと国内では、ね、成績に残せないんで、まあ、本当にあの今日の一週前の大きいのも、ね、いい感じで来てるんで、まあ、来週は、さっとやってこの馬のベストの状態で出れると思いますので、応援よろしくお願いいたします。ビブロスの友道先生でした。ありがとうございました。